両地刑とは、清の時代までの中国や李氏朝鮮の時代までの朝鮮半島で処された処刑の方法の一つ。存命中の人間の肉体を少しずつ切り落とし、長時間にわたり激しい苦痛を与えて死に至らす処刑方法である。歴代中国王朝が課した刑罰の中でも最も重い刑とされ、反乱の首謀者などに課された。 水湖で西野家遅刑の記述が記されている。別名を寸張り付けとも称し、中国の司書に貼り付け師の語が多く登場するが、いわゆる貼り付けではなく、領地を指し、上殺が最も重い刑罰とされた李氏朝鮮でも実施された、告示した処刑法に、戒日刑がある。死体を領辱する刑罰は、有史以前から中国で存在した。 孔子の弟子である白が反乱で落命し、体を切り刻まれて、塩漬けにされる刑罰を受けたの記述が、四季、孔子聖歌にあり、漢の時代は、法越が残守されて腐敗しないようにその死骸を切り刻まれて、塩漬けにされたほか、首を死にさらす捨てる死という処刑法もあり、隋の時代に、国格制も、ほぼ同様に処刑され、釜茹でにされた。はた、 疑心乱牧町、隋唐までは、反乱者も単なる斬首刑で死刑に処すことが原則で、領地刑が法制化されたのは当滅亡後の五代十国時代である。混迷した中国大陸を統一した、宋の時代に、斬首、公主に並ぶ死刑の手段とされたが実施されなかった。これらの時代は、少数民族が、言語や文化、習俗などが大きく異なる、 圧倒的大多数の漢民族を中央集権的に統治するため、恐怖政治に頼らざるを得なかった、征服王朝の制度も影響し、長時間苦痛を与えた上で死に至らす刑として、領地刑が政府の刑罰として定着した。同じ少数民族同士の金の時代は、モンゴルのアンバガイハーンに対して、木馬に行きながら、手足を釘で打ち付け、全身の皮を剥がす処刑を取った。 秋代は、円数館が、信頼は、国家転覆を起とした、無本人に対する処刑方法とされた。この手法は残虐であるとして何度か廃止が建議された。新末に、西洋のジャーナリストらがこの刑罰の生産な様子を、当時の最新機器であった写真などで伝えると、中国の野蛮な刑罰と非難された。当初31年に公式に廃止されたが、 チベット地方で1910年頃まで行われていたという記録もある。朝鮮では、領地所山、または、領地所詩と称される。三つの等級に分けられ、一等級は墓に葬られた死体を掘り起こして胴体、腕、足など六部分に切り取って晒し、二等級は牛を用いて、八つ咲き、三等級は存命のまま皮膚を剥ぐ。後来の強瓶王の時代に導入され、 李氏朝鮮の体操のほか清祖や縁山君や高海君の知性で、しばしば執行されたとされる。その後は人祖により、段階的に禁止されたものの、実際は、高層の時代に実施された、交互改革に際して廃止された。朝鮮では、罪人への懲罰刑以外にも、呪術として行われ、残虐であるほど呪いの効果が上がると信じられた。近代以前は、 イギリスやフランスにおいても類似した処刑方法が行われていた。詳細については首吊り、内臓をえぐり4つ先の刑を参照。ありがとうございます。